皆さんこんにちは、ジョセフ・クラフトです。今回は FOMC 予想についてお話したいと思います。FOMC が今日からですね、始まって、現地時間の1日、日本時間の2日の午前中です、朝未明に結果が出るんですけども、今ですねどういう状況にあるか以前にもご紹介したんですけども、黒の線がですね、このチャートで見れる黒の点線が FOMC が示している政策金利の見通しです。で、現時点の彼らの見通しとしては 5.125% まで利上げし、これ注意点ですけども、2023年はそのまま据え置きで利下げがないと。で、一方で市場の織り込み見通しはですね、4.9% まで上がった後、来年1年後、24年の1月には 4.26 に政策金利、つまりほぼ3回の利下げが織り込まれているというか、期待があるという、このギャップですね。これが今 FOMC 内でも問題視されているというふうに認識しております。結果的景気状況が悪すぎて FOMC の見通しを下方修正するか、市場寄りに、あるいは市場の見通しが低すぎて FOMC の見通しに寄り添って情報修正されるか、あさってですねの FOMC がある程度重要に影響してくるというふうに思います。そしてですね、FOMC の利上げ予想なんですけども、 CME、 シカゴマーカンタイルエクスチェンジの算出する市場の政策金利予想はですね、 99% 0.25 の利上げになると、 0.5 は0、据え置きが 1% と、もう圧倒的に 0.25% の利上げ、減速ですね、前回 0.5 でしたから今回 0.25 に減速するという圧倒的な見通し、市場がここまで圧倒的に織り込んでると、かえって 0.5 とか予想外の政策を打つとですね、市場が混乱、非常に大きなボラティリティになりかねないんで、FOMC としてはなるべく市場の予想通りに沿っていくっていうのが普通の動きかというふうに思います。ただですね、一つちょっと注意点としては、先ほど言いました、市場の織り込みと FOMC の織り込みのギャップに加えですね、この週末ウォールストリートジャーナルのフェドウォッチャーが掲載した観測記事の中でですね、連邦準備制度当局者は労働市場が非常に逼迫しているため、物価が再び上昇する可能性を不安視しているという内容の記事、つまりですね、市場が、織り込んでいるよりも FOMC はタカ派であるということを示唆している。私はこの見解に非常に同感しておりまして、そういう意味では、私の結論ですけども、あさってはですね 0.25% の利上げをしながらですね、パウエル議長は記者会見で、市場が思っている以上のタカ派コメントでそうした楽観姿勢を牽制するのではないかと、もう一つ加えると、99% が 0.25 という利上げを織り込んでますけど、私はそこまで確実ではない、 0.5% の利上げ可能性も排除できないんではないかなと、2割3割の確率で 0.5 っていうのもあり得る。したがってですね、 0.25 でタカ派コメント、あるいは 0.5 のような利上げになった場合に、米金利とドル円は上昇、株式は下落するという予測をしております。いずれにせよ2月2日の朝ですね、非常に市場が注目しているということで、今週の最大のポイントであります。以上、今日は FOMC 予想についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。